ワイト、ドワイト、やばいよ、救いに行きたいんだけど。ちょっと待ってろ、ちょっと待ってろ。まずは罠かかってない。よし、逃げろ逃げろ。さあ、そしてね、ドワイト、ドワイト。いや、ここはビビってても仕方がない。もう一人の生存者が、メグちゃんが今ね、これ気を引いてると、お、スッと通ってた。よしよし、ドワイト逃がしきれそう。皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今回もデッドバイデイライトの時間がやってまいりました。さあ、今回もね、クローデッドでやっていきたいと思います。さあ、救急キットね、持っていこうかな。アドオンの方に、こちらとね、こちらぐらいかな、うん、この組み合わせでね、今回行きたいと思います。そしてオファリングの方に、あのマントみたいなね、あのタオルみたいなやつかな、をこう持ってきたんだけど、あのあちらの方ね、オールサバイバーをこう一箇所に集めるっていうものだったかな、うん、だったと思います。さ、生存者がね、今回ちょろちょろ使ってくれたと、うん、あ、一個あれひっくり返らなかったな。あれでも私の持ってきたやつ、あれひっくり返ったけど、レア度が高いとひっくり返らないのかな、うん、まあまあね、これで今回やっていきたいと思います。まあたまにね、このオファリングとか、あのアドの説明がね、こうちょっとね間違ってることもあるかもしれませんが、ね、あのご了承ください。うん、私も一応ちょっとね、意味調べてこうやってたりするんだけど、いろんなこう情報とね、あの混ざっちゃったりしてね、たまに間違えることがありまして、あのコメントの方でね、あのこういう意味ですよってね、優しくコメントしていただく、来てんだ来てんだ、優しくねコメントしていただける視聴者さんがねおりますのでね、あのもしよかったらね、そちら参考にしていただけたらね幸いでございます。まあたまに間違えないにはするんだけどね、たまにどうしてもこう間違ってしまう時がありますのでね。やべ、今回トラッパーだね、メグちゃん、今回トラッパーだって。ひとまずこのメグちゃんとね、行動を共にしていこう。いやー、このマップでトラッパーか。あ、生存者、宝箱かな、うん、一人走ってたね、宝箱目当てか。あ、違う、ドワイトやん、うん、あらら、これ合流できたね。ってことは、ここ発電機ね、ちょっと集中いたしましょうか。あ、どっかで解除してる、ナイス。ってことは殺人鬼がそちらルートに、今まさにね向かってると思うから、我々今安全かな。よしよし、頑張ってやっていきましょう。 OK、 よし、じゃあ、向こうに走っていくのかな。うん、いや、あのトラッパーの方もね、生存者側で、あの罠を強調表示するっていうパークが、あらら、ここ、あ、あそこ2人よ、あれ違うな、あ、ローリちゃんや、ローリちゃん、ローリちゃん一緒に行く、あ、3人か、3人用だ、うん、ローリちゃんがパシパシやったんだね、さっき。ちょっとね、説明すると、生存者の方でね、トラバサミ強調表示パークっていうものがあるんだけど、それがね、ちょっと前のアップで、ごめん、マジでごめん、ちょっと前のね、アップデートで、あの弱体化いたしました。やばいな、私が見つかるんじゃないか、これ。私やろうな。まあまあ、私、天板やもんな、さっきの。すまん。みんな、すまんな、なんかパニックになってしもうて、これ。えい。一応、板コールちょろっと倒しておこう。ちょっと早まったかな、あの板倒したの。このセミッチョ。いや、バレるよね、バレ。あ、あ、やっちまった。はあ、これミスった。これね、たまにやっちゃうんだよね。生存者あるある、そのなんかかもしれないんだけど、板を倒そうとして、たとえ奥の方にいたとしても、なんかね、こうコントローラーを向けている位置で、あの反応するみたいで、うまいことね、向こう側からこう倒せなかったりすると。あ、大丈夫か、トラバサミ一人引っかかってんだよ。うまいこと脱出できるか。まずは、あ、よしよし、トラバサミから逃げたみたいだね。あ、引っかけられてんだ今。そうだよね、そうなるよね。一旦ちょっと救急キットでも、これガシガシね直していって、よし、 OK、 ちょっと待ってる、今助け行くから。罠はかかってる、かかってないか、よし、いける、 OK。 さあ、逃げろ逃げろ、メグちゃん。あら、走らない、走れ走れ、メグちゃん治療してあげようか、そこら辺で。多分ね、自己治療パーク持ちかもしれんけども、このメグちゃんすぐに走らなかったってことは、あー、ごめん、他の生存者を今追いかけてるってところだね。
まあ、トラッパーの方が相当遠くに吐けてたんだろうね。オッケーオッケー。さあメグちゃんごめんね、なんか失敗しちゃったけど、ごめん、ほんとごめん。よし、じゃメグちゃんもこ、あ、ドワイト。いや今回試合展開としては相当早いよね。いやドワイト助け行きたいわ。うん、ん、誰かまたパシパシやってる。ローリーちゃんか。オッケー、ドワイトそのルート。やばいわ、私見つかったわ、見つかったわ、軽く見つかってしもたわこれ。引き剥がそう、引き剥がそう、できるだけ引き、宝箱引き剥がしてたね。そうだね、こっち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 です、こっちです。行ってた、どうかな、これで助けに行ってるね、よかった、うん。で一人があの肉掛け服の方をねこう壊してたっぽいね。オッケーオッケー。でドワイトは自己治療をと、うん、いや今回試合展開としては相当早い段階でもうみんなね引っ掛けられてる、まあ、入れ替わり立ち替わり。いや私があの発電機ミスったのが結構大きかったかな。あそこからみんながね、まあ、主に私がパニックってしまって、まあ、それをみんなが助けに来ようとしてっていうのでね、こうちょろ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 とこれやってる感じ。あ、助けに来てくれてる2人ありがとう。あそこのトウモロコシ畑福園に殺人鬼がいたから、あ、戻ってきちゃってる。やべ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 、こっちこっちこっちのルート、こっちのルート、なるだけ距離を取ってたね、なるだけ見られてんだなこれ私やめていただきたい。もう何卒ご勘弁を、ご慈悲のほど。これこの建物くるくるやってみるか、これよし、よし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 、あら行ったか、あらら行ったっぽいね。じゃあ足跡を残さないように上にねスッと抜けていって、この隅っちょりんところだ、これでね治療しちゃう。あ、救急キット救急キット。だがしかし自己治療パークウルトラレア、いやー本当にこのウルトラレアめっちゃ強いんだよね。うん、さ、治療はね終わりそう。いやなんとか負けたっぽくてよかったわ、うん、よしオッケー、ふう助かった。で、ちょっと上の発電機の方をちょっとこれねいじくりましょうか。まだね発電機3つ残ってるんだよね、まあ、ほとんどがねあの救出活動に費やされちゃったんだよね。やべえな、宝箱も開けたいんだけども、開けられないかな、来てんだ、真下のところにいるんだろうね。下に生存者走ってんのかな今。あ、今マップのやつ使ってくれてる、うん、これたまになんかプーンって表示されるんだけど、あれね誰か生存者が記憶したマップをね表示してたみたい。さ、ちょっと宝箱開けきりましょうか、多分今追われてるんだろうね。フラッシュライトいただき、よし、ナイス発電機。できればねここの上のところもちょっとつけたいところなんだよね。まああと発電機の方がねだいぶ残り少なくなってきてるから、実質ねあと残ってる発電機って4つなんだよね。そのあそのうちね2つつけないといけないんだなこれ。さあ、こっちからじゃない、向こうから行ったか。オッケーオッケー。じゃあねこのルートからこうねさっと走っていく。もうねカサカサ音出しちゃう、うん、カサカサ音出して逃げちゃう。これ来たか来たか、やばいよねやばいよね、やばいんだやばいんだここら辺頼りない。すっとねまた上上がっちゃう。さし、そしてこ心にねちんまり、うん、向こうから上がってきても見えまいっていうねそのルート。オッケーオッケー、うん、殺人鬼がねかなりの確率でねあっちのルート通っていくんだよね上のところって。もう一個なんかロッカーのある部屋の方からこう見てたりするとね、あっちの方から入ってくること少ないんだよね。ここからだいたいね殺人鬼がスッと入ってくることが多いと、うん、いやー今のでも賭けだったよね、2分の1だもんね。あ、ストライク持ちだ、あのドワイト、マジか、ナイス。いやちょっと前ねローリちゃんのこういうパークのストライクの方が石でね交換できる期間があったんだよね。その間にね結構生存者の方がねみんなティーチブルで取れるようにしてレベルを上げてね、結構ねもうストライク持ちの生存者がね多くなってきたんだなこれ。さあ来るか、真下にいる、このラインでこうちょろっと、あ下だ、どうやって真下か。いやそうだよねストライク持ち、あそこの場所って多分何もなかったんだろうね、多分こっちの小屋の方まで逃げてなんとかしたいなっていう感じだったけど、こちらの小屋のルートも板がなかったはず。ん、なんかドワイトの声がなんか、あ逃げた、
あれ罠ってもしかして罠っていうか逃げ服がほとんどないのかもしかして。ああれドワイトじゃなくてローリーちゃん。あれドワイトいるやん。あららローリーちゃんだったんだあれ。ちょっと待ってろ、救いに行きたいけど発電機。あー逃げ服、そっか中央付近の逃げ服壊れてるのかな。引っ掛けられるポイントが少ないってことか。ローリーちゃん初吊るされか。助けに行きたいな。このルートからちょっとね様子を見て行けるか。こっちには来ないみたいだな。結構距離があってな、向こうまで。あそこいる。うん、あのルートで巡回して、あーちょる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 してる。あーで小山の上にね登って一応こうちょっと観察してみたりするものの、あ行ったか。うん、助け行くしかねえなローリーちゃん。あドワイトが言ってる。あメグちゃんもみんな今回あれだね、救出メインでやっぱやってくれる部屋なんだね。いやでもドワイト一人じゃちょっと分が悪いよね。多分真下にトラップかけててもおかしくないから。でドワイトが今ねあの気を引いてんだろうね。あ切られて、そうだねトラップがかかってんだね。あドワイト、あドワイトやばいよ、救いに行きたいんだけど。ちょっと待ってろ、ちょっと待ってろ。まずは罠かかってない。よし逃げろ逃げろ。さあそしてねドワイト。いやここはビビってても仕方がない。もう一人の生存者がメグちゃんが今ねこれ気を引いてると、おスッと通ってた。よしよしドワイト逃がしきれそう。よしこれ一段階治療終わったら逃げるんやで。ドワイトいけ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 、頑張れドワイト。よしメグちゃんが今ねメグ選手が今気を引いてると、オッケードワイト大丈夫か、治療してあげようか。オッケー私が治療終わらせますわ。いやーやばいね今回。あ入れ替わり立ち替わりでメグちゃんがねだいぶ優秀だったよ、あのメグちゃん。うん、だってローリーちゃんとドワイト救えたもん、よかった。だけどあのメグちゃん救いに行きたい。あれいない、メグちゃん大丈夫か、今直してやる。ドワイトも来てる。オッケー直しきれそうだね。あごめんなさい本当にごめんなさい。2段階いけるかな。ドワイト行く、走っちゃう、私走るわ。こっちはこっちは殺人鬼、こっちですさあ今のうちにメグちゃんがね自己治療終わってくれるといいんだけど、板があるぞこれ。よしこのね頼りない板コロ使うしかねえわこれもうこれ板ポイント使うしかないよもうこれ、はいじゃあってこれよしメグちゃんなんとか治療終わったみたい。もうねこれもう板なくなっちゃうよ、もうみんな使えなくなっちゃうんだこれ、悲しいことに。ちょっとねこのトウモロコシ畑でくる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 っとこれできんものか、見てんだよ的確に見てんだな殺人鬼。これやばいな、隅っこまで来ちゃった、見つかってんだよ、これ何もない、ナイス痛てて、これやばい。どうだ、まずはゲートをねできれば2つ確保してほしい。で今のうちねリカバリーをギリギリ貯めて、あドワイトかな、来てくれてる一人。あやっぱノーワン持ちだ今回。うん、最後のゲートがね5つ目の発電機がついたら一発ねノックダウンさせるパークを持ってる殺人鬼だ。まあレア度によってね制限時間が違うみたいなんだけど、いやこれあんまり関われんぞ。あ死んじゃった、そっか3回目の吊るされだったんだね。いや結構後がないんだよ、もう私もね危険な状況だったりするから、ひとまずねあぶれトラップ、ひとまずゲートを開けなくちゃ、安全確保。こちらのルートには来てないね。ん？今回トラッパーだったけどブギーマンの固有パーク持ちだったみたい。死んでしまった生存者がねタグ付けされてるドワイトかドワイト上向いてんだけど、かわいいの上向きドワイトかね、なんか見えるのかな、綺麗なのかな。で上を向いてこう どういう感じ、上を向いてスッとね可愛かったねドワイト。ちょこれ寸前のところ、もう一人の生存者がね大丈夫かが問題なんだよね。行っちゃっていいのかな、あこっち来てる。よし脱出、はい。ということで、まあもしかしたらもう一人の生存者非常脱出口とかね探してたのかもしれないと、いやー惜しかったね、ローリーちゃんが死んじゃったんだよね。今回ね4人中3人脱出でございました。いやもうねみんな切り刻まれてね、もう吊るされたりとかしてね、入れ替わり立ち替わり初っ端ぐらいからね入れ替わり立ち替わりで大変な感じでございました。そしてねこちらアイテムなくなってしまいました。まあまあクローデットねいっぱい持ってるからまだいいかな。さあそしてね新しくフラッシュライトをいただきありがとうございます。
さ、成績の方は、わあ今回、わあこれ高ランク帯の部屋に私いたんだ。いやいやこれ強いわけだわ。ちょっとめぐちゃん、ああめぐちゃんがね、やっぱ非常脱出口探ししてんだね。うん、いけるかなめぐちゃん、非常脱出口頑張って、残り最後だから。うん、でもねトラッパー相手だからね、下手に草むらとかも入れないんじゃないかな。でもねトラッパーによっては、あの必要最低限しかね罠をかけない殺人鬼もいたりするからね、こう一概にあれなんだよね。トラップがこうガンガンかかってるってわけじゃないんだけど、たまにねこの外枠のところにねかけてるトラッパーもいたりするんだよね。この外枠のラインってね、生存者がだいたい安心してね走ったりするもんだから、そういうところでねこうパシンと行くっていうね。さあめぐちゃんどうだ、見つけられるのか。あれ遺品が落ちてるよそこ。あでもやっぱこのマップ使っていくんだね。お、ゲートまで来たじゃん。もう一個のゲート開いてないんだ。でも気をつけてね。罠はない、オッケー。あーここ結構メーター行ってたんだね。開けきれそうじゃない。さあ、ここ開けきって無事脱出か。うん、もう一個の脱出口いたんだろうね。はい、ということでね、まあ4人中3人脱出。うん、いやー今回ね高ランク帯だね。殺人鬼もそうだし生存者も、まあ、私以外ね、あの相当これやり手な生存者だらけだったと。いやどうりでこれ試合展開がとんでもなかったわけだわ。うん、サバイバルランクのね、あの4の殺人鬼から助かったことなんてね、そうそうない感じとなっております。いやー怖かった、本当に怖かった。もう何回死んだかと思ったことかね。うん、まあでも一応みんなねポイントとしては、まあ、うまうまかな。ちょっと死んでしまった生存者はね、あの8000ポイントで、まあランク帯はね下がらないようなポイントになっておりました。さあ、こちらねちょっとメグちゃん、うん、レベルを上げていきましょう。ただいまねレベル14、レベル15になったらねさらにパークの方をつけれるようになると。そしてこちらねセルフケア出ました。しかもねもうレア度が2なんだよね。まあこのレア度2ぐらいになってくると、やっとセルフケアの方もね、まあ装備して使っていけるかなっていうラインかな。さあレベル15、これでパークの方がね一つまたつけれるようになってると。ん？アドレナリンが出てる。うん、アドレナリンの発動条件も難しいんだけど、まあ装備してるとねなんだかんだでねこうたまに役に立ったりするんだよね。はい、というようなね結果で、まあまたポイントなくなってしまいましたので、またねポイント試し次第メグちゃん育てていきたいと思います。はい、いやーやっとパークこれで2つ目か。うん、セルフケアと、ま、スプリントバースト鉄板かな。まあ今はね両方ともレア度がねあの2ぐらいなんだけど、まあレア度2ぐらいからねやっとちょっと使っていけるかなっていうライン。うん、まあ、メグちゃんもねまたクローデットと同じようなパーク構成になるかもしれないけど、一個はねこうなんかあの違うパークとかもねちょろちょろつけていけたらと思っております。はい、メグちゃんねひとまずパークをね全部4つね装備できるラインレベル25に向けてひとまずね育てていけたらと思っております。まあそれまではねクローデット、ちょっとねこちらでねまだまだポイント貯めていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。